2017年の11月の8、8日か8日、22時34分です。よろしくお願いします。よう寝たわ。みのみさんいらっしゃい。メガホン10個ありがとう。みーママありがとう。つこんばんは。ねえ、久しぶりだね。え？はい、ハピネスワードツー。お、見つけはどつ、おはよう。お、八作さん、わざつ。花火ありがとう。みーすけ、花火ありがとう。あざーす。風船ありがとう、八作さん。おー、先んじょはどっち。
よく寝たわ。最近よく寝るな。疲れてんだろうな。体力落ちてるからさ、サバゲーとかさ、なんかもう24時間近く寝ちゃうことが多くなっててさ、やばい、睡眠が暴走してる。よく寝てるよ、最近。よく寝てる。俺は体だるくなんないね。昔からよく言われるんだけど、24時間も寝てだるくなんないのって。ならないね、全然ならない。あんまりその体が寝すぎて体がだるくなるっていう感覚よくわかんないね。おい、乃木変はこつ、おはよう。さて、でだな、マスクを作ろうと思うぞ、今日は。材料買ってきたから。材料買ってきたよ、大量に。この粘土はどうやって使うんだ？これでいいか。台は。ほうほう、こんな感じなんだね。あ、思ってたより柔らかいな。こんな感じなんだ。どうしようかな。ここの部分作ろうか、今日は。あ、本当だ、木の匂いする。工作好きだね、ガキの頃からね。子供の頃から好きだね。手でなんかこねるっていうのが好きだった。てか眼鏡がないと見えねえな、やっぱり。眼鏡を取ってくるわ。ひび割れるな。これ難しいかもしれない。素材がちょっとダメかも。うわー、ちょ、ああ。素材がダメかもな。メガネどこ？へいし。
大量に買ってきてよかった。全然足りないわ。しかもひび割れやすいなこれ。土器じゃないよ。マスクつくの。あのサバゲー用のマスク。もっといる。今顎、そうだね、目ほほって言うんだけど、あの侍の甲冑って二段、あの顎の部分と。ヘルメットの部分が分かれてんだけど、そういう形状にしようと思ってて、顎とあのヘルメットの部分分けようと思ってるね。これくらいか。でもね、なんかあんまり素材が良くないかもしんない。失敗したかも。ひび割れやすいっていうか、こんばんは。シリコン樹脂じゃないよ。これがそのまま素材のマスクになる感じ、マスクの素材になる感じだね。ただその空気が、そのひび割れがすごいね。ちょっと困ったことに。どうすればいいんだろう。え？何が？粘土？わかんない。平気なんだい。あ、粘土細工なの。へえ。ご飯できました。早くね。ご飯できた。ちょっとご飯食べてくるわ。イメージはもう頭の中に昨日練り込んであるから、もうできてる。ちょっとご飯食べてくるわ。これどうしよう。くっつかない粘土が。のんちゃんこれわかる？粘土がさ、その重ねていくとひび割れちゃうんだよね。こう滑らかにしとくのかな。のんちゃん教えて。ちょっとご飯食べてくるわ。やってると乾燥してちゃうと思うから。うん。ご飯食べ。うまそう。ほぼ半分食べてよのんちゃん。小腹しかついてないよ。
でお腹いっぱいだもん。本当だ本当に。ただいま。水どうしようかな。水かな。これ大丈夫なのかな、水入れて。水入れていいかね。まあいいか、安いから素材自体は。ダメになったらダメになったで。また買えばいいか、別の素材。こういうのもね、勉強だからくっつかないんだよね。割れちゃう。これむず、造形ってむず。水で何これ滑らせるの。くっつかないんだよね。そう、追加した部分がひび割れてくるんだけど、こういうもんのんちゃん。これどうやって滑らかにしていくの？水？
のんちゃん水じゃ何にもなんないね。うん、どうすればいいんだろうな。こんばんは、まるさん。水ダメだな。よく練り直す、水をつけて練り直す。え、何こう崩すってこと、形を。崩すの、こういう風に。多分ね、これ普通の粘土の素材じゃないんだ。だからだと思うんだけど、一回崩そうか。一回崩します。柔らかいのは柔らかいんだけど、そのなんつうの、部分部分で追加していくとくっつかないっていうかさ、ひび割れちゃうんだよ、木工粘土。水分追加しておこうか。じゃあ、ありがとう、ググってくれて。あのサバゲー用のマスク作ってます今。今日のテーマは下の甲冑の部分を作るの土台かな。で、あの磁石とかプラスチック、超強力な磁石とかも買ってあるから、こうカシャンってはまる感じにするの、俺のイメージ。ヘルメットタイプの、その、こういう感じのヘルメットにして、で、顎の部分はこう、カシャってはめて、こうガバって取ると、タバコ吸えるようにするっていう。で、こう、ぶら下げられる、下にスライドできるようにする。こう、外れるっていう。水が足んなかったのかな。今日は工作の時間です。皆さん楽しんでいってください。シリコン樹脂の方がいいのかな。多分ね、のんちゃんこれ石膏つかないと思うよ。うん、素材的に。
耐久性は問題なさそうなんだけど、あの重さが重くなりそうだね。あ、じゃあ重さは問題ない。どこら辺まで作るべきなのかな。え、超難しいじゃん。え、どうしよう。のんちゃんも一緒にやる？自作マスク作れば。針金があった方がいいのかな。高さはこれくらいか。こんばんは、マイネ。マイネいらっしゃい。松さんで変えた。こんばんは。ギャルっぽくなった。今ね、あのサバイバルゲームのマスクを自作しようと思ってて、工作ですね、工作。サバイバルゲームのマスク作ってます。みっこさんこんばんは、楽しんでて。もう配信のキャラクターでも使えるぐらいかっこいいやつにしようと思ってて、前からマスクマンに憧れてたんだよ。俺もマスクキャラ欲しいなと。もう完全に気に入った造形で作ろうと思ってて、
売ってないんだよね、なかなかかっこいいの。配信に使うマスクとも言えるし、あのなんつうの、サバゲーで使うマスクとも言える。鮫島さんと言ってたやつ、そうそうそう、サバイバルゲームってあの拳銃のやつね。サバゲーっていうのはそう、拳銃のゲームのやつ。はい、ワード2、マキルいらっしゃい。耐久性持つかこれ。一回もう一回練るわ、ごめん。さっきから練ってばっかりだよ。崩しては練って、崩しては練って。専門のお店、マスクはないよ。マスクはないから、もう完全にアーティストとして活動するの。アーティスト和道だよ。造形作家だよ、造形作家。世の中に欲しいものがないときは作るしかない。のんちゃん造形得意なの？得意？手伝ってよ。ちょ、アドバイスちょうだい。こここうやってやるとかっこよくなるよって。隣来て、肩して。食べ終わったらでいいよ、手伝って。どんな作品が出来上がるかね。で、これはこの粘土はあの固まると木になるんですよ。あのコルクとか木の廃材を使ってるから木の匂いがするのね。で、木ぐらいの硬さになったらちょうどいいじゃん。軽いし強度はあるし。だからそこにあの漆を塗って仕上げようと思ってます。ニスだね、漆っていうか漆調のニスを塗る。だからデザイン的に言ったらね、なんだろう、その武者みたいな感じにしたいんだよね俺は。武者と、あとエヴァンゲリオンのあの庵野さんの造形の、あの庵野監督のエヴァンゲリオンの巨神兵っぽくしたい。焼かないよ。2、3日乾燥させるだけであの大丈夫みたい。で、軽くて丈夫で、そのなんつうの、いい素材みたいな。焼きはしないです、乾燥ですね。 2,3 日乾燥できたら。デスバッツ作る動画見た、ありがとう。もうちょい画面下の方が見やすいかな、この辺の方が。マスクの本体ですね。この前のはあのマスクを作るための型が欲しかったの。顔の型が欲しかったの。今回は俺のマスクを作ってる。サバゲーに使うマスク、捨て頃に出られるかどうかは弁当太郎さんに聞いてください。僕に決定権ないんで。かそってないかな。
ここを片してさ、そっち側にして隣に座ってアドバイスちょうだい。うん、皮？顔。うん、持ってきて。あ、形からでいいよ。おー、メガホン4個ありがとう。もう彼女が芸術家っていうのがいいよね。アドバイスもらえる。風船ありがとう。のんちゃんにイメージ伝えておこうか。ここどんどん片して。こういうのと、あの甲冑ってわかる？侍のさ、面頬って言うんだけど、こういう二段階式なのね、侍って。だからこういう形でこういうのを作ろうと思ってる。そう、だから下顎の部分まず作ろうと思ってるのね、今日は。ここの部分どれくらいの、どうやったらいいのかっていうのが分かんないからさ。いろいろね。もう今アーティストだから、アーティストは言葉足らずだから気をつけて、うん、長嶋茂雄みたいになってるから俺は今脳みそが。これをここまで、この頬骨ラインまで入れればいいのかな、どう思う？のりこ、俺の才能引き出して。えー、うん。いや、大事でしょ。この。うん。ここ？顎の、この、なんていうの？うん。顎？ここ？ここ？ここ？アグアグっていう、自分のアグアグ。うん、かか。これ大丈夫。ここまで入れちゃった方がよくない？ここ。うん。俺はここまでの。で、口はここまで。だから、こうこうこうか、ちょっとそれを頼む。だから下はここでいいじゃん。でこれをもっと引き伸ばしていけばいいのか。重いな、ちょ、前に顎を作りすぎた。もう顎なしのコンプレックスがこう顎を前に前に作ろうとしちゃうんだよ。顎がちょっとひどすぎるな、これな、エヴァンゲリオンみたいな。ちょっと潰そう。顎なしのコンプレックスが顎を、もっと顎を、もっと顎を。で、これをもっと高くするんだよね。持ってくればいいのか。のんちゃんも作ろうよ、せっかくだから。いや、だから、うん、あの、何、マスク、マスク、あの、細かい造形はここでやんないのさ、うん、どれくらいの薄さにすべきだよな。あと全然薄さちゃう。この辺、頬
本当はそういう部分は最初にこういう平らにこう作っておいて板を、うんうんうん、で後でこうボンボンってくっついて、どういうこと？同じパーツを2個だからそう接着ができないから今1個にまとめたの2つの粘土、それをこうやってくっつけていくの、うん、このあこれ取ってもらうんで、いいよ一回壊そう、はい、ちょっと待って練り直すわ、うん、手水つけた方がいいよ、ちょっとちょうだい、手水つけた方がいいよ、いい、接着するときに、うん、こういうザラザラの液体みたいなの作るわけよ、粘土で、うん、これを接着剤代わりに、うん、して、うん、くっつけるパーツパーツで作った方がいいってこと？じゃあ平べったくしたのを、うん、ここだったら平べったくした板状のものを、うん、2個同じのを作るってことでしょ。そうしないと左右対称にできないから、左右多少非対称でもいいやと思って生き物感を出したいから、でその、うん、板と板を、うん、顎のやつにくっつけるの、ジョイントするの。じゃあ俺顎作るわ、こういう感じの、ほら、ぐにゅっと、あ、こんな感じね、これを接着剤にするの、うん、OK、 なるほど、さすがだわ、さすがのりこプロ。のんちゃんもなんか作ろう、なんかいいよ、暇じゃん、やっぱ、やっぱアーティ、アートやろ、一緒に、うん、暇だから、人生暇だから。で俺、ちゃん手ダメ、のんちゃん造形はどういうの作ってたの？インスタレーション、空間を使った芸術作品、うん、おお、箱物？箱物っていうか何だろう、その部屋全体を、ああ、あのテレビが並んでたやつあるでしょ、おお、ああいう、おお、こういう造形みたいなのはやんなかった？こういう造形みたいなのはいっぱいやった、いっぱいやった、あのテレビ自体に、うん、あの型取っていっぱい作った。あ、そうなの？あれ手作りなの？へえ。あれは一台のテレビを型取って、シリコンで型取って、あれ既製品じゃないんだ、一台だけ本物なんだけど、うんうんうん、それを何個も何個もダミーがあるんだ、量産型なんだ、だからいっぱいあるやつは、うん、FRP っていう素材です。よくあの車のバンパーとかに使ったりするよ、はい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 、あとボートとか使ったりとか、うん、顎突き出てる方がかっこいいのかな、尖ってたり、顎尖らせようか、じゃあ、でもあんまり尖ってるとさ、寝転がってさ、うん、打ったりするじゃん、
ルするときダメじゃない？いや、そうでもなかったね、顔に関しては。顎は尖らせる方向でいきます。デザイン重視でいくから、デザイン重視で、マスクは。やっぱ俺はね、アンのリスペクトはあるから。前に出てる方かっこいいよね、こっちの方にね、こう。でマスクに関しては鼻高いじゃん。このままこのままこの辺まで鼻を伸ばしちゃって、でこうなんつうの、こういう顔にしようと思ってんの。あ、みやびくんお疲れ様です。明日よろしくお願いします。ゴミダサいね。直角的、直線的にしよう。これはくっつかないんだよね。なかなか。ラインが出ちゃう。だとカッコ悪いよね。こっちだよね、もっとこうだよね、この辺だよね。どうすればいい？だからさっき作ったあのブチブチ。
このさ、ヒゲのラインに当てがって。このパーツはこれでいい？で、今度はこれはこれで完成と。で、牙とかをつけたいのよ。それは後で。そういうのは土台から。そういうのは削って作った方がいい。削る？どういうこと？で、この後どうすればいいんだ。工場で、ここら辺のを作りたい。どうすればいい。ただこういう板状のものを作って、うん、板状、うん、板状にするとこうならなくない？板状にしてから後で。まずは板で、これをどうすんの？これ1個にするよ。これちょっと溶かしておくよ。何作ってんの？坂を作ってんの？別に左右非対称でもいいよ俺。いいけど、うん、やっぱバランス的に重みみたいな使ってる時、うん、まあ、そんな、ね、軽いもんだから変わんないかな、うん、
そっか。こんなでかくないでしょ。無理だね、重心に耐えられない。顔はこれくらいだね。つぶし、うん、すぐ乾燥する。もう乾燥してる。でも俺それだと分かりづらいんだけど、逆にだから手でこうやっていきたいんだけど。それを作ってから、うん、どういうこと、やって分かんない、言ってることが。その脳でイメージできない。例えば、うん、やってこういうのをこうやってやって、うん、質量を同じにするってこと言いたいの。厚み、厚み、とりあえず厚みとか。うん、やってやって、いや分かんないからやって。長さが分かんないから。いいよ適当で。幅は、うん、知らん、適当でいい。雰囲気で。うん、何を、何が。いいよいいよ、ガンガン作って。要は今ここまでできたでしょ、こっち側まで。こっからこの頬骨にかけて このラインを作りたいの、うん、このひし形の。ジャバうぜ、消えろお前。
いらないやつ。これを貼って。これを貼る？どこに貼るの？え？ここに。貼って。どういうこと？言ってる意味が全然わかんない。うん、ここいらないじゃん。いらないとこはカットしてる。うん、なんかだ、うん、なんか全然作りづらい。やればいいんだろう。おはよう、メリンコ。おはよう。マスク、そうそう、マスク作ってんの。マスク作ってるよ。なんかね、手びねりっていうかよくわかんない、その言ってることがよくわかんない。なんかね、俺ね、頭が別のところ動いちゃうんだよね。なんか言語性がね、急に落ちる。言語性 IQ 急に落ちるんだよね。何言ってるか全然わかんない、さっきからのんちゃんが。いや、髪色入れ直してないよ。
針金で土台作ってからの方がいいのかな。あ、でもそれっぽくなってきたね。あ、それっぽい、それっぽい、いいよいいよ。なんかね、360度じゃないと立てかけらんないんだよね、結局。ほら、一回言ったじゃん、頭ごと取れないのって。それね、これが理由だったのよ。あー、ヘッドホン邪魔。いや、木の枠組みが必要なんだよね、そうすると。あの、すっぽり入る、頭全体を取らないといけないから、正方形のガバっていうのがないとダメでしょ。うん。うん。うん。あ、なるほどなるほど。頭の形を再現するのか。そういうやり方もあるのか。だからほら、スケさんがいるじゃん、うちには。だからスケさんに立てかけておこうとは思ってんだよね、乾燥させるときは。あ、その顎のラインがどこまでなのかを見極めらんないんだよ、自分で。これで合ってる、どんちゃん。そう、持ってけないんだけど、これをどう固めようかっていう。ぐにゃぐにゃだからさ、どうすりゃいいんだろう。顎だけ取るの意味が分かんない、ごめん。顎を取るってどういうこと？あー、なるほど。じゃあさ、今あるやつから作った方がいい？これ崩して。要はさ、この辺だったら作れるじゃん、正面だったら。正面作ろうか。じゃあ持ってきて。ごめん、ちょっと制作工程がね、やっぱね、型がないと難しいから、別の部分から作るわ。墓石は作り、墓石は作りで申し訳ないけど、やっぱ型が重要だね。大丈夫だよね、これ。この部分から作ってきゃいいんだよね、要は。
取れるかな。あ、くっつくわ。ダメかな。ダメ。どうする。ワックスを。ワックスつけない。ダメ。どうしよう。どうしようこれ。いい。どうしよう。じゃあ何もできないってこと今日は。どうしようか。参ったな。いや、ワックスを塗んないといけないんだ、専用の。まいったな。難しいね。難しいな。石鹸とかでは代用できないじゃん。おー、そそいらっしゃい、メガホンありがとう。ちょっと危ないんだけど、うん、アルミ缶あるでしょ。アルミ缶、うん、うん、アルミ缶を、うん、で、うん、あー危ないよね、ちょっとね。ワイヤーがあればワイヤーで型取っていけばいいんだよね。ワイヤーを巻きつけんだよ、テープみたいに。でここでパチパチ切っていくの。ワイヤーぐるぐる作戦。頭から作ろうかな。頭だったらかぶりゃいいの。こうやって作っていけばいいの。頭から作る。でも俺が作れないんだよね。これはその肩が綺麗に取れるわけなの。こうやってどうしよう。作りたいイメージが作れないのが辛い。どうしよう。どうすればいいかな、のんちゃん。進まないね。これやめとく今日。なんか悔しいな。なんかできないのかな。なんかいいアイディアないかな。いや、俺もやりだしたらとことんやりたいタイプなのよ。イメージはあるの、頭の中に。それを具現化できないのが悔しい。ワイヤーが楽かな。こういうの分かんない。
じゃあさ、もう極端な話だよ、のんちゃん。粘土で作って仮面じゃなくて顔を作るんだよ、俺がこういう風に。で最後くり抜くっていうのは、もう要はこれを作っちゃうの、造形でドンって。それならできるじゃん。で最後俺の顔にくり抜くっていうのはどう思う？それでもいい。じゃあそうするか。その代わり粘土の量半端じゃなく必要だけどね。分かった、それでいくわ。下顎だけ作るわ俺。でも俺の顔に合うかどうかって微妙だね。デカめに作ればいいのか。え、もう半端じゃなく粘土の量必要だよそれ。だよね。何が？いや、接着剤でくっつけるって何の話してんの？うん、もうなんかイライラすんな。どうすりゃいいんだろう。どうしよう。網網でしょ、うん、ザルみたいなことでしょ、うん、それで最初に、うん、顔巻く、顔巻く、顔巻くっていう日本語がごめん分かんねえわ。作りて俺とにかく。さっきのでよかったんじゃないの？わかるわかる、うん。削る方が難しいと思うんだけど、取り返しがつかないな。で作った和道さんの顔にサランラップ巻いたら石膏の顔にも粘土つかないし剥がしやすい。あーなるほど。まあでも作業が難しいよね今度。多分ね、あのコーティングするのが一番いいんだと思う。のんちゃんの言う通り、そのもう石膏自体にコーティングした方が後々楽。2回3回って何度もやるからそれを。なるほど。うん。俺は絵描いたりとか会社経営の時もそうだったんだけど、別のこと考えるとそっち側の方がいいってね。言語性 IQ 落ちてるんだよ俺異常に。アホの子になるから急に。うん、他の脳を使ってるとダメなんだよな俺。やっぱりここで切り離すのが一番いいんだな。
これさ、保存するにはどうしたらいいの？ラップとかラップ密閉すればいい。最後でいいんでしょ、うん、水でこねりゃいいんだもんね。戻るってことでしょ。要は水が抜けると気になるってことでしょ、これ。あ、顎だけ作るか。みょうさん、参加ありがとう。
携帯乗った？俺の携帯どこ？この携帯。携帯乗ってはないよ。携帯知らない？どこにある？うん。既製品にテコ入れする方がいいのかな。そうだ、切っていいや。どこだろう。ねえ、でもベッドの方にない？枕の下とか。ない？携帯がない。うぜえ。イライラする。どうしようかな。だからあれだよね、原人とかのお面ってあんなシンプルな作りになるんだよね、多分。なんかのっぺりしてるじゃん。あれ作るの簡単だもんね。どうしよう。一向に前に進まない。どうすっかな。あ、前作ったさ、プロトタイプなかったっけ？のんちゃん、プロトタイプ見かけなかった？あれどこ行った？あった。こいつがあるじゃん。顔の型取れてんじゃん。ほら。あったよ、のんちゃん。あったわ。こいつがいたわ。そうだ、これを真にすればいいんじゃん。急に進んだ。おいたわ、こいつがいたわ。プロトタイプがいたわ。これ俺の体はミラクルフィットだから、おうこいつでいいじゃん。こいつにガンガンつけてけばいいんだ。来た、こいつが役に立つ時が来た。いいね、あーこれ。うん、ミラクルフィット。おう、いける。奇跡が起きたわ。
ハサミある？切れる方、切れる方。うん。あ、ダメだ、切れねえ。花火ありがとう。石膏じゃないよ、粘土。ありがとう花火。わだつ、石膏じゃない粘土、これは。花火ありがとう。トークはできるから普通に話振ってくれていいかね。おお、新一社長お疲れ。メガホンありがとう。そうそうそう、サバゲー用のマスクね。そうそう、そう正解。サバゲーばっかりのこと考えてるよね最近。サバゲーが面白くてしょうがない。あれ？ブーって言ったな今。携帯どこだ？ブーツってよね。
え、どこだ？どっから言った？ベッドの方じゃないの？え？鳴ってない？どっから言ったブーって。俺の携帯どこやったの？なんで携帯なくなんだ。携帯がないな。多分ベッドの方だよ。ひっくり返してみて。だって俺向こうで寝るときにいじってるから。いや、鮫島さんのマスクはもうネタだの本人も分かってるから、使いづらいの分かってるから、なんか買いな、買うか作りなって言ってくれてる。却下とかじゃない。あれはだから放送のサプライズ。いや、今電話かけてもらったんだけどね。もう一回かけてくれる？のんちゃん。でもね、俺の携帯の方が鳴らないんだよね。でもブーって言ったよね。こっちの方だよね。あ、鳴った。どこ？鳴ってる鳴ってる。今どいたらな。この辺だよね。あ、ここにいた。ああ、こんなところにいた。これわかんねえわ。ありがとう。あったあった。あぶねえ。あった。うん、充電しといて。ソファーの裏にあったね。
お、青空さんいらっしゃい。仕上がりのイメージは決まってるよ。大丈夫。だからそれを具現化する能力がない。致命的なんだ。仕上がりのイメージは頭の中にあるけど、それをどうやってこの素材で持ってったらいいのかっていうのが分かんない。それでイライラしちゃう。脳の別の場所を使うよね、こういうのって。普段と違う場所を使うから面白い。
そうそう、サバゲー用のお面作りね。そうそう、センスないからこうなってんの。休憩。休憩に集中できない。土台でいいんじゃない。これが土台でいいか。うん、いいんじゃないか。どう、のんちゃん。ちょっとこっち側に尖ってた方がかっこいいかな。良さげだね。すごい、うん、もうちょっと顎をこうこう悪魔的なで、うん、微調整をかけて土台もうちょい作り込もう。でそっから模様を入れたり刃を入れたり牙入れたりして、行こう。ちょっと休憩しよう。ダメだ。ニスを塗る。これ木になるんだ。だからあの侍の甲冑みたいに深いニス入れて木目調にする。最終的には
でこの顎の部分に磁石買ってあるから強力なガシャンって外れるようにする。上の部分はヘルメットタイプのここまで来るこういうタイプで、でここの顎がだからなんつうんだろう、ここは削り取るのよ。上の部分は粘土張ってない部分は削り取るのね全部で、こういう顎が尖ってて前にこうつんのめっててガッと、もうちょい足すけど、でこれがガシャって外れる、ここのネックレスみたいになる、ガシャって、でタバコ吸ったり喋ったりする、こういうここら辺までこう尖ったフルフェイスマスクにして、でこれがガシャンって外れるようにする。顎がどんだけ凝ってるんだっていう、そう。でそれも配信用でマスクマンで外配信とかやる。どこまで顎がいった方がかっこいいのかなんだよな。あとシャープさがちょっとない、ふっくらしちゃってるから、それを出したいね。だから侍の面頬に近い。ここからどんどん肉付けしていくけど、ちょっと頭がもうパンクしそうだから一旦休憩する。イメージがあってそれを具現化できないっていうのつらいよね。こんばんは。おお、バーガーさんか、ありがとう。もっと尖ってた方がかっこいいのかな。だんだんでもイメージができてきた。硬いと弾当たったら割る。木だね、コルクと木の感じ。時間多分ね、制作2ヶ月ぐらいかかるけど一生ものだからいいやと思って、配信にも使うしと思って、ここは凝ろうと思ってる。顎追加します。割れたらまた補修できるから、これの場合粘土だから埋め込んでいけばいいから、厚手に作れば大丈夫だと思う。あとはその重さとかの問題だよね、耐久性と重さの問題。まあね、サバゲーにそれだけ本気だっていうのもサブリーダーっぽくていいでしょ。もちろん目は寄り目にするから安心してください。やっぱり俺だって分かんないといけないから、味方が赤い寄り目の2つながるからね。
こんな感じでいいんじゃない。荒野は目が離れすぎてキモい。ガチャ目だな。のんちゃんこれ水入れてきてくんね。一回これ捨ててきてさ。これを全部捨てて洗って、結構この縁の部分まで入れてきて、ありがとう。ティッシュある？サンキュいいんじゃない？
悪くないね。悪くないね。ここの厚みだな。厚みがちょっと足りないかな。そうそう、悪魔っぽいデザインにしたかったの。だからそれが伝わってるっていうのはすごい嬉しい。俺のテーマ悪魔だから。超人、悪魔超人。やめっか、この部分は。まあやってもしょうがない気がするな。全然造形の部分を全くやってないから、形だね。原型のベースだけ作ってるから、もっともっと凝るよ。プラスチックのガトリングガンとか小さいの見つけたから、そういうのももう顔に貼り付けまくって、あの顔からビームが出るような感じにするよ。鉄とか真鍮とか使いまくって、こいつ顔から銃出てくんじゃねえのかっていう。ここの隙間だな。そうかな。
でもね、あの絵はね全くセンスなかったんだけど、工作とかやると本当あの学校の先生とか褒めてくれた、ね、ガキの頃から工作は得意な方かもしれない。普通の授業に比べたら手先が器用な子供の頃から。それはあるかも。軽量化は後で削る作業だね。今度最後ヤスリがけで機械のルーターってやつでウィーンって削るんだけど、その時に模様とかを出すんだけど、多分木だからそんな重くならないとは思ってるんだけど、水分抜けたら。あ、耐久性だよね問題は。それはもう作ってみないと分かんないね。はどうだよ。
霧吹きが欲しいな。何、手先が器用なサイコパスって何。糸、どこに糸入れんの。糸、面の中に糸か、糸よりも針金かな、耐久性的には。針金入れるといい、多分型がしっかりすると思う。次は針金で作りたいね。第2弾はいろんなものが見えてくる。芯材が欲しい。いいんじゃない。顎はこれくらいでいいか。体重で落ちてきちゃう。顎はこれくらいでいいや。乾かそう。で、今度は上の部分作り込んでいこう。このまま乾燥させます。作りながら試せるからいいよね。手作り好きなんだよ、何でも DIY。 だ、重心を保てないのがちょっとな、バランスが悪いね。一回こね直すか。乾燥してきたから。金持ってなかったっけな。
いや実際痩せたんだよ俺。実際痩せたの。うん。角度の問題じゃないでしょ。こっち側でも痩せるでしょ。正面向いても。めちゃめちゃ痩せたんだよ。痩せたの。痩せて見えるんじゃなくて。うん、全然腹減らない。だ糖分取り始めたね最近は。バランス調整に入った感じ。痩せるためのあの期間は終わったから。あこれ歯型先に作った方がいいな。痩せてるでしょ。痩せたんですよ。ここに牙をつけていきます。格闘技トレーニングまだジム行ってないね。まだ行ってない。明日あれでドレさんとの合同練習会で。ドレさん来かったの。ヒカルくん、パルパル、テルチャンピン、ミヤビくんかな。明日も練習だね。高画質、俺はね、なんか、俺の着方じゃないから、俺に配信権限がないんだよね。ヒカルくんのところでやるって言ってたよ。でも、YouTube に上げてるよ、そうそう。全部。YouTube で見てよ。明日も録画するから。で、高画質で YouTube で上げるから。生放送で見たいのかな、そうそうは。みんなでわちゃわちゃ見れるもんね、生放送だとね。多分ヒカルくんのツイキャスでやるんじゃないかな。花火ありがとう。スイーツもありがとね。
が牙をつけてる仮面に。牙作った後に唇を作ります。いい感じじゃない？かっこよくない？牙を作ってます。やばいでしょ。いい感じだよ、いい感じ。鬼とか悪魔とかそういうテーマだから。楽しい。こっからが楽しいんだよね。うまい。ありがとう。相手チームが震え上がるような仮面にしないとね。いいね。他の人？いや普通に市販で売ってるマスクだよ。もう人によるそれは、趣味だから。ヘルメットタイプの人もいればゴーグルタイプの人もいれば、民兵みたいな人もいて、要は布、アフガニスタンの民兵みたいな人もいれば、それも人によるとしか言えない。だから、なんつうんだろう、普通のフェイスガード、フェイスガードだね。お前は保安官がテーマカーボーイみたいな。なるほど。
れたな。サメっぽいのイメージしてんのわかる。チーム上手だからちょっとサメっぽくしてんのわかる。はい、ワード2。いろいろ企画考えて、いや俺今人の企画に乗ってるだけだよ。あのジョーズもそうだし、テルジャンビンのフットサルでしょ、レギュラーか、あとステゴロでしょ。トーク系は今んとこないけど、この前のユイガさんとかね、全部人の企画に乗っかってるんだよ。俺が考えてる企画は一個もないよ。入れようかな、ちょっと。シャーキーだ、シャーキー。休憩入れっか。粘土こねさせて乾燥するとダメになっちゃう。ちょっとはめてみようか。こんな感じだね。あ、今作ってんのリアルタイム。あのサバゲーのマスク作ろうっていう。今作り途中。やっと型が終わって原型が終わって。細かいところを作り始めたところだね。ここ弱そうだな。今作ってんだよリアルタイムで。まだ2割ぐらいしかできてない。そう、いや生まれて初めてだよこんなの。粘土なんか小学生ぶりぐらいにこねてるよ。手先器用なんだよガキの頃から。造形はね、あの空間系の能力は高いらしい。もともとまだ2割ぐらいだから、まだ全然、やっとイメージができてきたかなって感じだ。伝わるようになってきた。あ、大体こんな感じかみたいな。やりたいことが見えてきたって感じだ。最初はなんでお前そんな顎投げんなみたいなさ顎長すぎるだろみたいなさ大丈夫お前みたいな
感じだったけど、才能なんかないよ。ばあちゃんはでも見抜いてて、あの手先がめちゃめちゃ器用な子供の頃からだったから、歯科技工士になれってずっと言ってたね。あんた歯科技工士になった方が絶対いいって、儲かるよって。これ口癖だったね、ばあちゃん。おお、達彦は、達彦、あの日程が分かんねえかも、次の練習のスケジュール、日程書いてあったっけ。いや、ばあちゃんらしいよね。食いっぱぐれがないようにって。はい、若津。はい、かいらっしゃい。バカ、ありがとう。歯科技工士は結構手取りいいらしいよ、うん、だから慣れって言ってたんだろうね。音楽いい、ありがとう。俺今聞こえてないけど、空だから。携帯どこやった？いや、携帯鳴ったよね。あれ、携帯がない。あれ、携帯どこやった？え？あ、そっちか。これはね、サバイバルゲームに使うマスクを今作ってますね。二段階式で、今作ってるの顎、ここ。で、一個目はヘルメットタイプで、こう被って、ここまで尖ってるっていうのかな。こういうタイプのヘルメットにしようと思ってるの、こういう。で、こっち側が、顎が外れるように、タバコ吸ったり会話するとき、ガシャンって外れるように、下顎と上顎をこう別で作ってるんですよ。だからここの粘土の部分をガサンと外れるようにしようと思って、こういう感じになりますね。今作ってる部分、それガサンと外れる、うん、充電中か。はい、お疲れ。いや、全然全然、粘土なんか久々に触りましたよ。今送った、了解。ありがとうございます。手先は器用かもしれない、人よりも。今だいたい2割ぐらいの出来ですね。配信に使うマスクでもあるから、これで外配信とか行きます。マガマガしいものを作ろうと思ってますね。マガマガしい、悪魔的なというか。お疲れっす、クーさん。
色は漆カラーだね。漆赤みがかった黒っていうか、粘土自体は100均の粘土だよこれ。いやもうニコ生の人ほぼ全員大手は流れてんじゃん。ネルさんはやると思ってなかったけどね。バガありがとう。あーアーロンっぽいどうもクロムさん。クレイアニメってなんだろう。クレイアニメがわかんないな。バカありがとう。アニメ、あ昔ねフィギュアのコマで作ってたよ。あのアニメっつうかあのストップモーションっていうんだけど、そういうのはガキの頃作ってたかな。
小学生の頃。コマ撮りでやるやつでしょ。草薙、あーまあまあ俺はそういう時代来ると思ってたからね。全然あると思うよ。全然あり得るでしょ。映画監督になりたくてね、子供の頃から。一番最初の夢は映画監督だった。途中でバンドマンに、バンドマンっていうか音楽の飯食うことに変わったんだけど、それはもう達成したからいいや。権利ビジネスはすごいよ。本当に億万長者になるよ。なんか本当に金持ちになるのは権利物はありだと思うよ。まあでも彼らの場合ほら肖像権があるから、名前ネームバリューが半端じゃなく高いから、そこは武器だとは思うけど。秋元康がいかに儲けてるかってわかるよね。
ほえー、いいじゃん。いいね。いいね。怖え。いいんじゃない？ぽくなってきたね。ほら いい感じです。
ああThank you.
はい、タカさんはコツ楽しんでて。こんばんは。サバゲー用のね、マスク作ってる。サバゲー用のマスクだね。こんな感じ。今自然乾燥っすよ。百均の粘土なんで。この裏側に使ってるプラスチックみたいなのはドライヤーとかの熱で固まらせるやつですね。電気消すか。今何時だ ?2 時か。痛い。石膏剤、木工、木になるんですよ。コルクとね、あの木のくずでできてるんだって。これ木になるんだって。乾燥するとなんか木の匂いするの、うん、いい匂いするよ。木工粘土、
そうなんですよ、そうなんですよ。最終的な仕上げは、削ったり、彫刻刀で削ったりとか、ヤスリがけとかができるんで、扱いやすいよね。なんかセリアで100均で売ってて。そうなんですよ。あ、これで作ってみようと思って。セリアすごいよね、DIY ね。セリアはほんとすごい。女の人が楽しんでるもんね。100円で何でも揃うもんね。すごい時代だよ。ああ、粘土8個ぐらい買ってきて、今使ってんの4個かな、これで。これで4つぐらい使って、まだこんだけ余ったよ。これで2個分ぐらいじゃん。材料200円だからね。楽しめるよね。金かかんないで楽しいことがいっぱいある。いろいろ買いたくなるよね。デフレビジネスだよ、デフレビジネス。セリアはだけどデザイン高いの多いからいいよね。女の人とかに人気な。ダイソーに比べてデザインがいい。次は頬骨を強化していこうかな。頬骨と輪郭を整えていこうと思います。アルミホイル？アルミホイル？へえ。ちょっとお茶取ってくるね。喉乾いた。
アルミホイールアピオはよく分かんなかったけど。アルミホイール収集ってすげえな。アルミホイールそんな種類あんの？で、アルミホイールに可愛いっていう概念があるっていうのが俺の中でよく分かんなかった。アルミホイール可愛いでしょって、いやー分かんねえわっつって、ごめんって、ほんと申し訳ないって。この人にしかわからない、なんかサブカルだよね、アルミホイール収集って。完全なサブカルだよね。三浦純かお前は。キリがないんだ。外国産のアルミホイルとか可愛いの、やっぱりパッケージが可愛いってこと？それともアルミホイル自体がいいの？このテカリたまんねえみたいな。花火ありがとう、徳明さんありがとう。そういう世界があるのを知らなかったかな。アルミにプリント、へえ、あ、それは分かんないな、うん、見たことないかも。いや、興味がね、関心がないと分かんないんだよね。そういう世界があるんだ。絵柄が可愛いってことか。箱は可愛いんだ。わかんねえな。見たことない。でもまあ商品開発部の人は喜ぶよ、これ聞いたら。私のデザインしたアルミホイル分かってくれる人がいたーって。いいでしょうっつって。やべ、歪んだ。
こんばんは、まめちゃん。からくりサーカス懐かしいね。パンタローネ、パンタローネってなんだっけ。からくりサーカス面白かったんだよな。俺結構ハマったわ。からくりサーカスってあれ何書いてる人だっけ。からくりサーカス面白かったな。少年漫画だけど。人形ね。パンタローネっていうの、うん、パンタローネがどのキャラだったか忘れちゃったな。ジャックオーランタン可愛かったな。ウショットトラか。そうかそうか、ウショットトラの作者か。ウショットトラ見てないんだよな。からくりサーカスもいいよね。ウショットトラの方が絶対的に人気か、どう考えても。こんな感じだね今。このテーマは何だろう。俺の好きなものなんつうんだろう、悪魔的というか。テーマは特にないかな。テーマを持って作れる人っていうのは技術が高い人だと思うの。表現の幅が広い人じゃん。俺の場合はその何だろう、技術を持ってない素人だから、だからなんつうんだろう、作りたいもん作るっていう。音楽とかでもそうでしょ。作曲のスキルが高くてこういうテーマでじゃあ作ってみようとか。最初のうちはあれじゃん、何でもかんでも適当に作るしかない。歯の形どんどん変わってってる。そう、いや輪郭整えてるだけよ。歯の形は歯がね 1,2,3,4 本、前から見ると4本しかない。ただね、粘土だから柔らかいから歪むんだよね、時間が経ったり重力で。それがちょっと悔しい。造形の、いやいやいや、俺は配信者だもん。うまい、ありがとう。結構みんな褒めてくれるんですよ。意外とうまくねえかお前みたいな。そんな才能あったのみたいな。え、なんかやってたつって。いや、な、やってないつって。ただ昔からね、造形やると金賞くれんの。小学校とかあるじゃん、夏休みの工作とかあるじゃん。ああいうのも金賞なの毎回。段ボールで飛行艇作ったよ。なんかこういうのは得意なんだろうね、昔から。ただ絵心は全くないから絵の授業はダメなの。立体的な空間把握能力は高い方だと思うね、自分でも。クリエイターにはなれないかな。クリエイターに対するリスペクトと尊敬は半端じゃない。何かものを作る人に対して俺はすごい尊敬があるね。0から1を作れる人、俺にない能力だから。俺はなんかそのあるものをこういじるのは得意だけど、ゼロから何かを作れない。でも意外とリスナーさんがこれ褒めてくれる、いいじゃんつって。肩書きなんか何でもいいんだ。
飯が食えてたら勝ちだと思ってるから。俺は飯が食えればそれがいい、それでいい。クリエイターの発想じゃないんだよ。だから意外と商業的な男なんだ。こんばんは、つる子さん。マスク、マスク、こんな感じよ。サバゲーで使うマスク、サバゲーと配信で使うマスク。日本人が手作りしたもの高く売れる。いや、これで飯食おうと思ってないもん俺。自分が使うもの、売ってるものを見たんだけど、そのかっこいいと思うのがなくて、でかっこいいものがないときは自分で作るしかないっていうのが俺の考えの。世の中に既製品が売られてないときは作る。そう、かっこよくないものは作りたく、なんつうの、つけたくない身に。そう、自分の体にそれを取り入れたくないっていうか、自分自身が作品なわけじゃん、表現者だから。で、そのなんつうんだろうな、その自分の世界観と違うものを取り入れると誤解を受けるっていうか、あ、こいつこういうセンスなんだって思われるのがすげえ嫌な。だからGパンとかはリーバイスでいいんだけど、作る必要がないっていうか。こういうマスクはネットで、アマゾンでめちゃめちゃ見たんだけど、かっこ悪いのしかなかったんだよね。なければ作る。あー、ハイド、仕方なくやってるんだ。別に作りたくて作ってるわけじゃない、まあ、音楽もそうかもね。かっこいい歌がなかったら自分で作るしかないって。でクリエイターさんに実はお願いしてたのよ。作ってもらえる予定だったんだけど、その人個展が始まっちゃって連絡取れなくなっちゃったんだよね。すげえかっこいい造形する人がいたんだよ、プロのクリエイターで、それで飯食ってる人で、で値段交渉とかも終わっててあれだったんだけど、連絡取れなくなっちゃったんだよ。しょうがねえやと思って、自分で作るか。シャープなんかかっこいいな。パフェ5個もありがとう、つる子さん、ありがとう。その人の作品はもう世界観バッチリだったから良かったんだけどね。ほら、クリエイターさんの場合だと身につける人の相性とかあるじゃん。この人にはつけてもらいたくないとかさ、
自分の作品の世界。写真家ですごいね、話変わるんだけど、めちゃめちゃいい写真家見つけたんだよね。かっこいい人、村田健一さんかな。めちゃめちゃエロいんだよね。なんかエロスの表現がその人の好きでさ、写真集買いたいんだよ。下げらんなくなってきた。客は選ぶでしょ、クリエイターは。客は選んで当然だと思う。俺も配信で客選ぶ。危ない危ない危ない、危ねえ、危。客選ばなくなったら終わりだよ。マスク、仮面、セゴロの用じゃなくて、ね、サバゲーだね、サバゲー。チームジョーズの鮫島さんとのやつ。うわ、ずれたな。なるほどね。これはね、自然乾燥だね。自然乾燥。そうそう、前から仮面持ってて、何個もこれ2作目のテストタイプのやつを土台に作ってる。顔の型取ってたから。配信で使うマスクが欲しいってずっと言ってて。なるほど、そういうことか。こうか。わ、できたできた。こういうことか。できたできた。自然で固まる固まる。ただちょっと時間かかるけどね、2日ぐらい。うわー、かっこいいじゃん自分で言っちゃったよごめんね。色はね、漆を塗る。
色は最後漆を塗って、あとそのいろいろやる。自分でごめん、心の声が出てしまった。かっこいいじゃんつって、すまん。おお、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。おお、かっこいいかっこいいかっこいい、いいね。ここもちょい、こうしようか。かっこいい。おお、いいねいいね。ごめんね、図が持参しちゃって。あ、かっこいい。ちょっと待って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 、今大事なところだから、ちょっと待ってね。すげえかっこよくなるから。あ、これはいいわ。あ、これかっこいい。ちょっと待ってね。もうかっこいいじゃんかっこいいじゃん、いいねいいね。あ、こうしようこうしよう。でこれをこっち側に持ってって、もうかっこいいかっこいい。ちょっと待って、今大事なところだから、ちょい待ってね。ここシャープにしようか、ここ潰しよう。どうよ、かっこよくない？かっこよくない？いい感じじゃん？すげえかっこいいんだけど。かっこいいよね。かっこいいよね。かっこいいよね。かっこよくない？どう？いや、普通に自分で今かっけえってなっちゃったんだけど。そうでもないかな。いいよね。我ながらちょっと自画自賛で申し訳ないけど、いいじゃんってなったんだよね。ねえ、いいよねこれ。悪魔的というか、すごくいいよ。いや、そうだね、世界に1個しかないからね。よだれがね、水が滴ってきたから、ちょっとよだれを拭いてあげよう。いいじゃん。いいじゃん、なかなかセンスあるじゃん。
こんばんは。はじめまして。どうでしょう。いい感じになってまいりました。いいね。かっこいいね。ちょっとはめてみる。顔にはめてみる。よいしょ、いくよ。でかいな。こんな感じ。かつサバゲーでこんなやつ出てきたら超怖いよね。下顎の部分で。エヴァンゲリオンかよって。いいね、うん、できてきた。崩れた。おお、はずきちゃんいらっしゃい。サバゲー用の作ってます。やっぱりね、顎がないっていうコンプレックスから、やっぱり顎なしっていうコンプレックスから、顎を尖らせたいっていう、この顔に合わせてるよ。肩も取ってる。東京グールにいそう。嬉しいな、そう言ってもらえると。和道の世界観、これが。花火ありがとう。いや、昔から器用なんだよね。多分のんちゃんもびっくりするんじゃん。ここまでやるとはっていう。あのね、気づいてる人は気づいてると思うけど、やっぱりね、エヴァンゲリオンなんだよ、俺の全ては。ちょっとエヴァっぽいの分かる？やっぱね、庵野に対する、庵野さんに対するリスペクトがどうしてもこういう時に出ちゃうんだよ。作家性ってそういうことなんだよね。やっぱ好きなものを取り入れちゃうっていう。自然と出てるんでしょ。やっぱりその、俺の中でエヴァにどうしても近くなっちゃうんだよね。自然となっちゃうんだよ。意識するとかじゃなくて。あのね、モヒカンがそうらしいね。あの、民族衣装でしょ、あれ、モヒカンって。あの、戦闘民族がやっぱり高くする。トサカをつけるって。威嚇のためらしいよ。細かいディティールが。調整できない。で、今作ってるのはここの部分なのね。この上の肌の部分は型だから、これ外すの、ガパッと最後ここの部分を作ってんのよ。で、なんで上の部分はこうヘルメットタイプになってて、ここまで鼻のところがウィーンって流線形になって、こうガーってこう後ろに盛り上がる感じの、こういうこっから尖ってグワッていくのよ。で、ここの部分がこれ、下部分、ここだから、こういう感じ、凹凸系になるっていうか、なんつうの、尖るっていうか、前にで流線形でガーって後ろまであって、で、ここの部分なんでバラで作ってるかっていうと、もう磁石買ってあるから、強力なマグネット、ここをガシャンって外れるの、ガポって。
で上のヘルメットここまではこうあって、ここをガサッて外れてこうネックレスみたいにできるって、これをっていうデザイン。次役行こうか。サバゲーでこれで出てきて相手が震え上がるぐらいのマスクにしたいね。だんだんできてきてよかった。最初どうなることかっていう状態だったけど、そうで外配信とかにも使う。和道とは別キャラクターのマスクでもある。映画とかに使ったりとか、配信の別キャラで使おうと思ってて。なかなかいい出来だな。何あいつって言われたいよね。なんかとんでもねえのいるな、敵にって。チームジョーズのサブリーダーやばくねっていう。なんか変なのいるぞ。思わせたい。ツアーがちょっとあれだな。崩れちゃった。うわ、崩れてる。失敗した。つけたことによって。漆に塗ると漆だよ、完全に。漆っていうかあのニスだね。だから木目調になる。あの綺麗な木目になるよ。だから木の素材だからこれ。コルクの廃材とあのなんだ木の廃材でできてんの。だから木になる。簡単に言うと乾燥すると。武者の鎧みたいになる。いつ塗るよ。完成して型、あーずれたずれた、やば。完成して4日後とかに塗る。乾燥しきってから塗るね。だから制作期間2ヶ月ぐらいになると思うよ。やばいやばい、ずれたずれた。固まるまでがもう大変だよね。バランスの取り合いだから。完成が楽しみだ。結構かかるよこういうのは。次枠も来てくれる？みんな。よいしょ、次枠行くよ。いいよ。だいたいこれ3割ぐらいできてきたね。3割ぐらいできてきた。
乾燥して壊れちゃった。よく見たら感想4時間作ってたね。最初1時間半はぶっ壊してねってのを繰り返しだったね。作り方わかんなくてようやく形になってきた。シャクレマルって名前にしよう。シャクレマル。じゃあみんなお疲れい。次役行きまーす。シャクレマルです。こいつの名前は。お疲れ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。